さっきのコースで起床回線落ちしたんで別のコースじゃね、さっきの部屋で回線落ちしたんで別の部屋になります。回線落ちって本当にキモいよね。別に回線落ちはいいのよ、別にしょうがないから。回線落ちによってさ、レート30落ちるのマジでキモくない？結構さ、はい、プッチーン、プッチーン、もうプッチーン、ちょっと待って怖い、もう怖いって。右のバカ5人ぐらいが動かないじゃん、もう絶対。あ、大丈夫、あれ回線落ちじゃない、よかった。もう怖いのよな、動かなくなると急に人が。あ、よかった、動き出したわ。さっきさ、ちょうど動かなかったからさ、あれだろうね、多分台風だろうね。台風でめっちゃ雨降ってるから、それでなんか回線ぶっ壊れてんだろうね。よいしょ、当てさせて、お願いお願いお願い。あー、すっごい避けるね君、すっごい避ける子には逆に当てたくなっちゃうっていう、この人間の、下手すぎ、下手すぎ、もう怖っ。もう一番怖い。はい、どうもこんにちは。テレさんに赤さんも取られるの一番怖い。あ、でも、あーっと待って、怖い、本当に怖い。お前何してんの？あ、まあ、いいんじゃない？ベレ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 、おお、ベレベレンテテレテレンテテベレベレレ。な、もう本当にクソ。あかん。なんだよ、お前、ブスだな。お前、本当に初めて見たけど、お前の顔面、ブスだな。もう一生言おう、お前がブスってことを。もう一生言い続けよう、死ぬ前まで。てかさ、あの、マリオカート8デラックスのさ、DK ジャングルにいるさ、あの、カエルマジブスじゃねえ。一生言うわ、お前の悪口。回避したけど、別に。回避したけどなんだけど。買っとくか。ちょっと、面白くないもんね、今んとこあんまり。前も言ったかもしれないけどさ、皆さんが求めてるゲーム実況ってさ、面白いけど全然下手な実況かさ、あるいは面白くないけどうまい実況のどっちかだと思うんだよね。今んところどっちにも属さないのね。よく言うんだけど俺これ。だ、ちょっと面白い、ちょっと、もう本当にうんちだよ。みんな、でもみんなうんちなんだよ。なんかそんな言うけどさ、うんち汚いとか言うけどみんなするんだよ、うんちは。ちょっと。ね。加納美香さんだってうんちするん。申し訳ございませんでした。あ、これ名誉毀損。もうお前、本当にお前、加納美香ファンだろ、絶対に。俺が加納美香さんうんちするとか言うから。ちょっと待って、よく避けた、よく避けた。マジで本当によく避けた。片栗かもしれない。よし。全然よしな順位じゃないけどね。